場所は岐阜県岐阜市の幹線道路が通るこの交差点。岐阜県警によって取り付けられた事故防止のためのカメラは恐るべき映像を映し取っていたのです。手前の右折車線にご注目ください。直進車との衝突です。今度は向こう側の右折車です。夜間にはこんな映像も捉えていました。事故多発の魔の交差点、我々は次の映像を見て震え上がりました。画面の右下、直進のオートバイの乗り手が十数メートルも吹っ飛んでいるのです。次々に起こる右折車の事故、中でも向こう側の車線で起こる事故に大事故が多いことに我々は気がつきました。白の小型車です。まるで吸い寄せられるようにぶつかっています。こんなケースもありました。危うかったのは横断歩道を渡っていた自転車です。吹っ飛んだ右折車は自転車のすぐ後ろ、まさに数センチをかすめていました。吸い寄せられるようにぶつかっていく右折車、その真理を示すこんな映像もありました。今だ、曲がれると思った途端、直進車が現れるのです。この交差点には何か秘密があるに違いない。なんで？そう考えたスタッフは早速現地に飛びました。スタントもこなすプロのドライバーに視線と同じ小型カメラを取り付け、実際に魔の右折車線に入ってもらったのです。右折車のドライバーはこの交差点で果たしてどんな体験をするのでしょうか。信号が青に変わると同時に右折車線に進み出たドライバーは当然直進車が途切れるのを待ちます。あと2台、あと1台、さあ渡れると思った矢先、ドライバーの視線の先を車が振ってはいたのです。そのまま右折すれば明らかにぶつかる距離でした。もう一度ご覧ください。ここです。なんだか地の底から湧くように直進車が現れるのです。これが事故多発の理由に違いありません。その場所に近づいてみてスタッフは納得しました。交差点の手前が線路をくぐって抜けるガードになっていたのです。つまり直進車は突然右折車の視界に現れるのです。この事故もきっとそのようにして起きたのです。